銀行。銀行、銀行、とは、おおむね、預金の受け入れと資金の貸し出し、融資を合わせて行う業者として、各国において、銀行として、規制に服する金融機関を指すが、その範囲は国によって、大きく異なる。為替取引を行うことができ、銀行券の発行を行うこともある。講義には、中央銀行、特殊銀行などの政策金融機関、 預貯金金取扱金融機関などの総称である日本の法令上、銀行とは、銀行法上の銀行、普通銀行を意味し、外国銀行支店を含むときと含まないときがある。また、長期信用銀行は、長期信用銀行法以外の法律の適用においては、銀行とみなさる。日本銀行や特殊銀行、共同組織金融機関及び、 株式会社商工組合中央金庫は含まない。普通銀行も長期信用銀行も会社法に基づいて設立される株式会社形態である。他方、米国においては銀行、バンクには国宝銀行、ナショナル、バンクと中宝銀行、ステートバンクがあり、それぞれ連邦及び 各州の銀行法に基づき設立される営利目的の法人、ボディコーパーイートである。連邦準備銀行、貯蓄貸付組合、セービングローンアソシエーションや、信用組合、クレジットユニオン、産業融資会社、インダストリアルローンカンパニーなどとは区別されるが、講義にはこれらを含む。金融仲介、信用創造、決済機能の3つを総称して、 銀行の三大機能という。これらの機能は銀行の主要業務である預金、融資、為替及び銀行の信用によって実現されている。三大機能において金融仲介と信用創造は各銀行が常に単独で行える業務である。ただし、決済機能は複数銀行間の決済が手形交換所というラウンドテーブルで機能しており、 かつてその処理が煩雑を極めたことから現代富に合理化し国際決済は河川産業となった。銀行の業務目的は第一義的には市場経済の根幹である通貨の発行である。ここに言う通貨は中央銀行の発行する銀行券などの現金通貨に限らない。貨幣機能説によれば通貨は通貨としての機能を果たすがゆえに通貨であり、 交換手段であると同時に価値や素像手段であり価値尺度であるという機能を持つ。銀行の受け入れる預金はまさにこうした通貨としての機能を果たすがゆえに経済社会において重要な預金通貨として流通している。預金通貨は銀行の負債であるので預金通貨の価値の安定のためには銀行の資産が安定的な価値を有するものでなければならない。このため 金融庁をはじめとする銀行監督当局は定期検査を通じて銀行の資産は安全かという点をチェックする。また銀行監督当局は風評被害が起きないよう監督している。銀行業務を行うにあたっては信用が重要な位置を占める。そのため経営が悪くなっても活動を続けることができる他の産業とは 根本的に異なり、経営が悪くなれば信用がなくなり、取り付け騒ぎに発展して破綻したり、批判を受けながら、政府の救済を受けたりする。それ自体は、預金保険制度、健全性規制、ベールイン、株主、債権者負担といった諸制度により防がれる。銀行業務の技術的側面は、銀行のオンラインシステムで成り立っている現状がある。 アメリカ合衆国や中華人民共和国、日本では銀行と証券会社との兼業を認めない。このような政策を銀賞分離という。アメリカでは1929年の世界恐慌をきっかけにグラススティーガル法が定めされてから銀行による証券業務が制限されている。同法制定の背景には一銀行が 証券業務も行っていたことが大恐行の一因となった二預金者の資金を運用している銀行による証券業務を制することによって預金者の保護を徹底する必要がある参加し出し業務と証券業務とは利益が相反する傾向があるという見方があった。しかし第二次世界大戦後は銀行と証券会社が一体となった。 ユニバーサルバンクを主流とする欧州各国で、ブレトン・ウッズ協定に対する不満が薄積していった。彼らは、ユーロカレンシーを利用した銀行間取引を活発化させ、機関投資家とともにユーロ再市場を拡充した。その結果、日米を三極同時並行で、銀商分離が緩められていった。銀商分離は、独占を禁止する目的もあるが、 同様の観点から銀行業と商業の分離、銀商分離を行う国もある。米国では投資銀行を除いて銀行業から商業への参入も商業から銀行業への参入もどちら認められないノーウェイ規制。欧米の企業統治は政策で機関投資家に委ねられている。日本では商業から銀行業への参入は 非金融事業会社による銀行子会社の保有という形で認められていが、銀行業から商業への参入、銀行やそのグループ企業による非金融事業は持ち株会社としてのベンチャーキャピタルに限られるワンウェイ規制。欧州では自己資本に応じた投資制限の範囲内であれば相互に参入が認められるツーウェイ規制。ソシエテジェネラルのような欧州銀行同盟の 代表格やベルギー総合会社を例とする伝統ある。アメリカでは、現在グラムリー・チブライリー法によって、役員権任が許容されるなど、金賞分離は極度に緩和されている。この制度は、モーゲージによる信用創造を MBS 販売で下支えするビジネモデルを許したので、世界金融危機を将来した。そこで2011年に、 クラススティーガル法の再導入法案が、両院に提出された。翌年7月4日、フィナンシャルタイムズが分離を主張した。社説の背景は多様である。2012年5月10日に発表された、JP モルガンの20億ドルに上る損失、バークレイズのレバー金利操作、米上院調査会が2012年7月16日に報告した。 HSBC はコビア・シテバン・クリックス銀行の資金洗浄、そしてロスチャイルドのリストラ方針が銀賞分離と考えられていること。法案の採決はウォールストリートの投資家に阻まれている。2018年3月29日、公正取引委員会は、ドイツ銀行とメルル・リンチが米ドル建て国際機関債の売買について受注調整したと認定。 その行為が不当な取引制限に当たると発表した。国際機関債はユーロ債が普通である。銀賞分離緩和を主導し、また利用してきたユーロ市場の独占資本に、ほころびが見えてきた。コートリーが復権するかどうかも注目される。日本においては1948年、アメリカ対日協議会が発足して、財閥解体の調整に乗り出し、また、 旧証券取引法が制定された。同法65条において、銀行、預貯金取扱金融機関が、金融商品取引行為を業として行うことは、投資目的や、信託契約に基づく場合などを除いて、禁止されていた。禁止規定は、公共債に適用されないが、公共債を対象として、銀行の営みうる、業務範囲は、旧銀行法で、明文規定がなかった。 それで公舎債をメガバンクが窓口となって外債として発行した。これがユーロダラーとの接点となる。外債だけでは公社債の資金需要をまかないきれないので昭和30年代は投資信託に保有させる作戦が取られた。1955年大倉省は証券19社に対して次のような資金調達を認めた。顧客に売った。 金融債を引き渡さずに優勝で借用し運用を預かりこれを担保として銀行などから資金を借り入れる行為であるインターバンク短期金融市場からの借り入れは利子のかさむ原因となったこの行為は1998年7月現在禁止されている強引な大衆貯蓄の動員は証券不況を引き起こした日本共同証券の設立過程で銀行は 証券業界へ人材を進出させるなどして、事実的に支配した。旧財閥系の銀行が、オーバーローンで政府と事業法人を系列化した法人資本主義。日銀が特有に奔走していた頃、ニューヨーク州は、陥落間近であった。1960年代初め、ニューヨーク州議会は、公社債発行の根拠となる、精神規定を採択した。 州の住宅金融機関などは公共インフラのために公社債を発行しまくった。州の負債は10年で3倍となり、総額150億ドル以上となった。州の長期負債の2、3以上が、州の全信用によっては保証されない人道債、モラルオブリゲーションボンドであり、その残高は全米で発行された無保証債権残高の1、4を占めた。株式の持ち合いが、 日本証券市場の拡大を妨げたので、グローバルな成長を遂げた、機関投資家が政治的圧力をかけてきた、日米円、ドル委員会。1985年、住友銀行が買収したゴッタルト銀行、ゴートハートバンクが、糸満発行外債の主幹事をやるということで、銀賞分離は軽外化しだした。日英金融協議がそれに追い打ちをかけた。 1990年12月には銀行と信託、保険の相互参入を認める法案が可決された。そして1993年4月の金融制度改革関連法施行に伴い銀行、信託、証券の相互参入が認められたことから実質的に銀賞分離が撤廃された。さらに金融ビッグバンにより銀行等の投資信託の窓口販売の導入。 1998年12月から解禁が導入されるなどし、現在は登録金融機関ならば、一定の証券業務を営めるようになっている。英語のバンク、バンクという語はイタリア語のバンコ、机、ベンチに由来する。これは、フィレンツェの銀行家たちによって、ルネサンスの時代に使われた言葉で、彼らは緑色の布で覆われた机の上で取引を行うのを常としていた。 明治時代にバンク、バンクを銀行と訳したのは中国語に依拠している。香港・上海銀行、豊か銀行、1865年設立などが創業当初から中国語名に銀行を使用している。今日は、漢語で店を意味し、また金ではなく銀であるのは当時東アジアでは銀が共通の価値として通用していたためである銀貨を参照。日本では、 金行きとする案もあり、一説によれば語呂が良いから、銀行とされたという。金融機能の起源としては、両外省が古くからあり、フェニキア人による両外省が知られていた。古くは、ハムラビ法典には、商人の貸借についての規定が詳細に記述されており、また哲学者、タレスのオリーブ作行きの逸話などで知られるように、古代から高度な金融取引、 契約はいくつも存在していたと考えられるが、一方で貨幣の取り扱いや貸借には、宗教上の近畿が存在している社会があり、例えばユダヤ教の神殿では、神殿貨幣が使用され、信者は礼拝の際に、ローマ皇帝の国印がされた貨幣を神殿貨幣に、両替し剣道しなければならなかった。ユダヤキリストイスラム教では原則として、利息を取る貸し付けは禁止されていたので、 融資や貸借は原則として、無利子、売りかけ、買いかけであった。これらの社会においては公益上の利益は認められていたので実質上の利子は中間マージンに含まれていた。両外省が貨幣の両外において金額の数パーセントで得る利益は手数料であった。貸し付け、投資機能が高度に発達したのは中世イタリア、ベネツィア、ジェノバ、フィレンツェにおいてである。 遠隔地交易が発達し、信用による売りかけ、買いかけ売買が発達し、有力商人が小口商人や船乗りの決済を代行することから、似合わせあるいは小口融資が行われるようになった。中世イタリアのジェノバ共和国の議会は、国債の管理支払いのための税収を、投資家の蘇生する新事経と、混乱に預けた。 1164年には11人の投資家によって11年を期間としたシンジケートが設定されていた。このシンジケートを母体に設立されたサンジョルジョ銀行はヨーロッパ最古の銀行とされている。ベネツィア共和国の議会は1262年、既存の債務を一つの基金に整理し、債務支払いのために特定の物品税を担保に年5%の金利を支払うことを約束したが、 これは、出資証券の形態を取り通う規模の所有名義を書き換えることで、出資証券の売買が可能なものであった。中世イタリアの都市国家では、それぞれの都市の基金、すなわち本来の意味でのファンドが、債務支払いの担保に充てられた税を管理した。13世紀頃の北、イタリアでは、キリスト教徒が消費者金融から一斉に撤退し始めるが、その理由は、 はっきりしない。15世紀にはユダヤ教のユダヤ人金融が流星を極めた。しかし15世紀後半には次第に衰退した。ユダヤ人が貧民に氷貸し付けをして苦しめているとフランチェスコ会の修道士が説教したので、都市国家ペルージャは最初の公益質やモンテディアイピーターを作り定理で貸し付けを始めた。それまでシルシリ禁止論を標榜していた。 キリスト教会は第五ラテラン公会議で言い逃れをした。すなわちモンテの利子は正当であり、禁じられた、印に当たらないとしたのである。北、イタリアからバルト海にかけ、商人の経済活動が高度化してゆく中で次第に金融に特化する商人が登場し始める。商業銀行と商社は業態的につながりが深いと言われている。してオブロンドンには、 マーチャントバンクの伝統があり、これは公益商人たちが次第に金融に特化していったものである。日本の総合商社はマーチャントバンクに大変類似しているとも言われる。現在のような形態の銀行が誕生したのは中世末期のイギリスにおいてである。日本でも江戸時代には両外商があり、また大商人による大名菓子など有資業や決済代行業務を受け負った。 初の商業銀行は、明治維新後に誕生した第一国立銀行、第一官業銀行を経て、現在の水保銀行となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。